今回のピーノスケさん一家、前回の続き、2泊3日で行った長野県小谷村の天飾山キャンプ場へのキャンプ動画です。前回は1日目スノーピークへ行っておはぎちゃんと合流、そしてキャンプ場へ。今回は2日目温泉へ行ったり、お隣の白馬村へお出かけです。さて、一体何があるのかな。いや、ないのかもしれない。いやいや、何かあったらいいな。ということで、2日目の朝、おはぎちゃん一家がコストコのビーフパティを使ったダブルバーガーを作ってくれました。ボリュームすごくない？ってことで実食。あれ？感想？え？その反応は何だ？誤解しないでください。ものすごいボリュームだったんで、もう食べるのに必死なんですよ。ものすごいビーフの味がしっかりしていて、さすがコストコでした。のんびりくつろぐ犬たち。2泊キャンプだから2日目は撤収がありません。だから朝のんびりできます。と言っても、まあこの人たちは無関係にね、のんびりしてるんですけど。2日目、まずは温泉に行きます。キャンプ場をちょっと下ると天飾り荘という温泉宿があります。宿から離れたところに露天風呂があり、そこは宿泊客じゃなくても利用可能ということで行ってきました。 P さんたちはね、ちょっとおはぎちゃんの車でお留守番。ちょっと待っててね、いい子にしてんだよ。この山の中の路地を抜けると温泉です。野趣あふれる雰囲気が最高ですね。そういう感じじゃないかな。だから洗えないと思うから。奥に見えてきたのが脱衣所。ここでお気持ちだけお金を入れていきます。飼い主たちは500円ずつ入れました。ないんじゃない？あ、協力金によって。そしてこちらがお風呂です。いや、もう緑に囲まれて気持ちよさそう。洗い場がないのが残念ですかね。以前は天飾り荘の宇宙が日帰り入浴できたらしいので、そこで洗うこともできたそうです。ただまあ、キャンプ場にシャワーがありますんでね、洗いたい人はキャンプ場のシャワーを併用してください。ちなみに泉質はナトリウム炭酸水素ん？ナトリウム炭酸水素塩泉、美肌の湯だそうです。ナトリウム炭酸水素塩泉。ナトリウム炭酸水素塩泉を堪能したところで、そのまま白馬村へ。白馬ジャンプ競技場を見に行ってみたいと思います。見えてきました、ジャンプ台、大きい。これ飛ぶなんてね、もう正気の沙汰とは思えません。意気揚々と歩く若い子ちゃん、こちらはちょっとおばちゃん、そしておはぎちゃんはちょっと足つらそうかな。頑張れ頑張れ頑張れ。ちなみにこちら1998年、長野オリンピックの会場になり、日本スキージャンプ個人団体が金銀銅メダルを取った場所です。原田と船木がとんでもないジャンプをして、当時は結構な感動を呼びました。飼い主も見てました。概要に当時のリンクを貼っておきますね。
ちなみにこちらはジャンプ台を背景にして記念撮影ができる撮影スポット。そして9月とはいえまだまだちょっと暑いワンコたち。水飲め奪い合い。で、せっかくだから記念撮影。待て。いや、Pさん横向いてんじゃん。落ち着いてよね。3匹いるとね、写真撮れませんよ、ほんと。ちょっと暑くなったおはぎちゃんは体を冷やすためのシャツを着ます。そしてまた水を飲むももちゃんと Pさん。へばり出すピーさん。もう年だしね、暑いよね、ごめんね。撮影もして水も飲んだところで芝生のスタンドエリアへ行ってみようと思います。あ、ちょっとここ怖いね。あ、頑張る、すごい。よしよし、行け。あ、ももちゃんも登った。芝生歩くの気持ちいいね。奥に見えるのは観客席。一度スキージャンプも観戦してみたいですね。でも寒そうだな。いや絶対寒いよね。そしてまた水を飲む P さん。いや何回目ていうかもう年だからな、無理させちゃったかな。次はお昼ご飯に森のカフェ C 社さんへ行きます。こちらスキージャンプ台から車で5分ほどの場所、犬と入れるカフェとなっています。ていうか犬と入れるどころかドッグランがあったりキャンプ場があったりする場所。今度こちらでもキャンプしてみたいな。犬もそうだけどこういうところって子供たちが喜びそうですね。今度は子供も連れてこようかな。っていないけどね。とても素敵なお店でもっといろいろ紹介したかったんですけどね。なんか家族連れも多かったのであまり迷惑かけないように撮影はほどほどで。ってことでこの日食べたカレーだけ最後にせようと思います。美味しかったです。そしてキャンプ地へ戻って乾杯をして、サクッと食事のシーンをカットして最後焚き火をしてこの日も終わりました。いやー後半はねあんまり撮れませんでしたね。疲れ果てちゃって。ありがとう。ってことで最終日撤収を済ませて帰ります。 P さんたちもお疲れ様。あ、いやもううるさいから。雨飾り山キャンプ場、人里離れているだけあってなんと携帯の電波が届きません。管理棟まで行くと Wi-Fi 飛んでますけどね。日常を忘れてたまにはいいですよね、電波ないのも。そしてそんな環境だからこそ星空がとても綺麗でした。酔っ払ってて撮る余裕がなかったのが残念。ちょっと買い出し行こうと思うと大変ですが、管理棟はシャワーもあったり生ビールサーバーもあってちゃんと生ビールが飲めたり、なかなかの充実っぷり。ちょっと下れば温泉もある。さらに人里まで降りれば白馬の山々が眺められたり、なんなら登山もできてアウトドアを楽しめます。遠いから2泊でがっつり行くと大変楽しめる場所だと思うので、よかったらぜひ行ってみてください。では。チャンネル登録、コメント、高評価、よかったらお願いします。